学級裁判の簡単な説明から始めましょう。学級裁判の結果はお前らの投票により決定されます。首先从简单说明班级审判开始吧。班级审判的结果由你们投票决定。正しい黒を指摘できれば黒だけがお仕置き。だけど、もし間違った人物を黒とした場合は、如果指出正确的凶手，就只有凶手要接受体罚。但是如果错把清白的人当成凶手，黒以外の全員がお仕置きされ。みんなを欺いた黒だけが晴れて卒業となります。除了凶手以外的所有人都要接受体罚，只有成功骗过大家的凶手可以封官毕业。ねえ、本当に私たちの中に葉隠さんを殺した犯人がいるの？杀死叶隐玄这种凶手真的就在我们之中吗？当然です。あのね、ゴンタは犯人じゃないよ。那个啊，全太不是凶手哦。天子だって犯人じゃありません。こんな乱暴なことをするのは男子に決まってます。转子也不是凶手，肯定是男子才会做出这么粗暴的事情。いきなり容疑者が半分になったな。こりゃ不楽勝だぜ。嫌犯一下子就只剩一半了，这下解谜就轻松了。そんな理由で容疑者は絞れないよ。話し合って。いろいろな可能性を検討してみないと。不能用那种理由锁定嫌犯啊，得好好讨论、检讨各种可能性才行。そうだね。まずは何について語ろうか。怪しい場所か、怪しいものか、怪しい人間か。对啊，该先从哪里说起呢？可疑的地点、可疑东西，还是可疑的人？新宮寺さんは見た目からして怪しいですね。新宮寺同学、光是打扮就很可疑了。怪しいといえば、妙な肩書きを持ってるのがいるじゃないか。要说可疑的话，不是有个人的头衔很奇怪吗？ああ、超高校級の相当のこと。怪しさ満点だよね。啊，你是说超高中级的首脑？确实是超级可疑的呢。自分で言うことじゃないよね。那个好像不该自己说吧。まあまあ、それぞれの潔白主張は議論の中でやってちょうだいな。好讨厌的脸，真的。好了好了，等到讨论的时候再来强调各自的清白吧。好，豆胖安安。じゃ、そろそろ始めようか。那么差不多要开始了吧。大家你们要帮我，我不太会推理。どうすればいいの？你说开始是要怎么开始？怪しいもんについて一つ一つ話し合ってみりゃいいんだろう。只要针对可疑的事项，一个一个提出来讨论就行了吧。新宮寺の見た目と高馬の才能が怪しいんじゃったか？真宫氏的打扮，还有王马的才能，很奇怪是吧？うちの魔法で二人を丸裸にしてもよかったんじゃが、今は MP が足りんようじゃな。我也可以用魔法让他们变成全裸，但现在 MP 不够呢。宿屋で一晩眠れば MP も全回復するんじゃない？なんて、学級裁判が終わっちゃうけどさ。他还顺着他哎，只要在旅店睡一个晚上 ，MP 就会全部恢复了吧？但是到那时候，班级审判也结束了。そもそも何が怪しいのか、そして何が確かなことなのか。说到底，到底什么事情可疑，还有什么事情是可以确定的？それをはっきりさせるためにも、まずは事件についてまとめてみるのはどうかな。为了理清这些，要不先整理一下事件的状况呢？そうだな。みんなで事件について確認していけば、不審なところも見つかるかもしれない。也对，只要大家一起确认事件状况，或许可以找到可疑的地方。そっか。じゃあ、そうしてみよう。这样啊，那就试试看吧。决定凶手是谁的讨论，终于要开始了。如果有什么值得注意的地方，
我也要提出来才行，毕竟这不只是我，毕竟这不只是我，也攸关大家的性命。好的，班级审判终于开始了呢。在班级审判中，随着故事的推进，将会触发不间断的讨论。我看一下下哦，这样自己记吗？确认严淡，集中精神，在不间断的讨论中，您的同学们会接连的发言，讨论也会自动进行，所以他们是不是自动讨论？所以我要按那个按键就对。您必须在大家的发言中找出谎言与矛盾，并使用在搜查中找到的盐弹加以辩驳。在您收集到盐弹当中，只有讨论中所需的项目才会填在盐弹糖中。请移动滑鼠的准心，再按下滑鼠的右键发射。大家的发言中，有些字会变成黄色的字来显示。哦，那就是弱点。在这些弱点当中，可能常有谎言与矛盾，但只是有可能而已，所以不一定能驳倒对方。除此之外，若不是选用正确的言弹，也无法进行驳倒。请对照大家的发言以及您手上的言弹，朝可能的弱点发射选择的言弹。因为红色的字名为杂音台词，会妨碍您的发言。如果盐弹击中杂音台词，将抵消该发言的盐弹，对辩驳造成阻碍。但是更推荐您按下滑鼠左键发射消音灭音弹，来击落杂音台词。或是看准不会被杂音台词妨碍的时机发射盐弹。另外，如果时间结束就会失败，请多加小心。总之，一旦发现弱点，就请尝试发射盐弹。好累哦，完全忘记说明新的要素了。在讨论中按下一的按钮，集中精神，除了有让讨论速度变慢的效果之外，也可以看到弱点中被称为 V 点的小红点。如果用正确的盐弹射中 V 点，居然就能达成超酷的 V 博导。如果达成 V 博导，其实在这个体验版中也能看到超酷的特效而已，好吧。如果趁现在锻炼技术，在视频版中达成 V 博导的话，除了超酷之外，还有许多好处哦。在不间断讨论中按下 F3 就能观看操作方法。喝个水。殺されたのは葉隠康弘君。僕のクラスメートだ。でしょ。お父さん。被害者の康弘と容疑者の誠は知り合いだったんだ。ここにいる全員が容疑者だぞ。殺人が起きたのって。他说红色，红色是什么？我不会玩呢。ひなたさん、三人の主人公の部屋だったよね。赤松同学、日向同学和苗木同学三个人住在同一个房间吧？是不是哪里弄错？话说回来，幸好不是跟美貌过人的本小姐，而是跟一点魅力也没有的笨松同一间。完全无视最伤了的，说到底一开始赤松先讲的，弄错了得再仔细想想看。殺されたのは葉隠康弘。あの葉隠ってやつはシャワールームにいるところをいきなり襲われて。说康比女来不及防御，抵抗する間もなく殺された。这个吗？
怎么？难道夜影有抵抗吗？有这种证据？哦，至少光靠那种证据无法说服我。哦，所以是，所以我们那个这个地方要选贞子痕迹。不行，因为我不太会推理，而且还是这种又让人家无法仔细的思考。ここにいる全員が容疑者だぞ。殺人が起きたのって赤松さんの部屋なんだよね。正確には赤松さんと苗木さんと日向さん、三人の主人公の部屋だったよね。もっと言えば、そのシャワールームだったな。あの葉隠ってやつは、シャワールームにいるところをいきなり襲われて、抵抗する間もなく殺されたんだな。それは違うよ。おー、にゃんにゃん。あのね、桃田君、殺人現場になった部屋の状況を考えると。那个白天同学，考虑到杀人现场那间房间的情况，あそこでは争いがあったと思うんだ。そうだよね、東條さん。我觉得那里应该有发生争执，对吧，東條？そうね。私は事件の前と後の2回、赤松さんたちの部屋に入ったけれど。没错，我在事发前后过两次踏进了赤松他们的房间。はじめは少し埃っぽいだけだった部屋も、事件の後は。ひどく荒れた状態になっていた。第一次进去时只是有点灰尘的房间，事发之后却变成非常乱的状态。赤松さんの言う通り、誰かがあの部屋で争ったと考えられるわね。赤松说的没错，应该是有人在那间房间发生了争执。ああ、あの部屋のひでえありさまは元からのもんじゃなかったんだな。啊？那间乱七八糟的状况不是本来就那样。東條もあの部屋に入ったんだ。东条也经过那个房间。掃除のために入っただけよ。寄宿舎のすべての部屋にね。ちなみに、その時は犯人も葉隠さんも見ていないわ。我只是为了打扫才进去。我打扫过宿舍所有房间。顺带一提，那时候我没看到凶手和夜影学长。東條さんが寄宿舎の部屋を出入りしてたのは、私が地味に見てたよ。我很普通地在一旁看着。东条进出宿舍房间的样子。彼女が一つ一つの部屋にいた時間は短かったし、争うような物音も聞かなかったから。他待在每一间房间的时间都很短，也没听到争执的声音。あの時に葉隠さんを殺すのは難しかったんじゃないかな。他在那个时候杀死夜影学长应该很困难吧？あの部屋で誰と誰が争ったのか、まずは。それを明確にすべきだね。究竟是谁和谁在那间房间起过争执？首先必须弄个清楚。在那间房间起过争执的人，应该就是……好，我怎么知道啦？そっか。もちろん、葉隠さんと犯人だよね。当然就是夜影学长和凶手吧。哦，そうなのか。他に誰がいるんだよ。脳内お花畑のバカが。どれがバカだ。俺は宇宙に轟く桃田カイトだぞ。急に大声出すなよ。あのさ、そこのバカ二人、議論が進まないから無駄なおしゃべりはやめてよ。おい、あっちのバカと一緒にすんな。俺様は美人すぎる大天才のイルマミユだぞ。那我休息一下、那他们讲就好。一緒にして正解だよ。発言が同レベルだもん。殺人現場になった部屋の状況からして、从杀人现场那间房间的状况来看、葉隠はまず犯人と室内で争ってシャワールームに逃げ込み。夜影应该是先和凶手在房内起争执，然后逃进了淋浴间。それを追ってきた犯人に殺されてしまった。そう考えるのが自然かもな。被随后追过来的凶手杀死，这样想可能比较合理。うん、そういうことだろうね。さあ、赤松ちゃん、この調子でどんどん進めてよ。
应该就是这样吧。来，小赤松，就照这样下去，这样子继续加下去吧。なんで私を指名したの？大魔王、赤松に負担を押し付けてどうするんだよ。学級裁判はみんなで意見を出し合って進めるものだ。王马，不要给赤松压力。班级审判是要靠着大家一起提出意见才能进行。でもそう、赤松ちゃんにたくさん喋ってもらえば早く終わるかもよ。可是啊，让小赤松多说一点话，搞不好可以快一点结束啊。赤松を喋らせればゴロを出す。そう言いたいのか？お前は赤松を疑ってみたいな。你想说让赤松多说一点话就会露出马脚吗？毕竟你好像在怀疑赤松吗？疑ってるのは赤松ちゃんだけじゃないけどね。我怀疑的不只有小赤松啊。疑って決めつけるだけじゃ議論は進まないよ。以妹弟先入为主怀疑，讨论会无法进行的。さっき西原君が言ったみたいに、いろいろな可能性について話し合ってみないと。就像刚才，志远说的，得要讨论各种可能性才行。お、そいつの言う通りだぜ。そもそも俺は赤松が犯人とは思えねえ。说的没错。再说，我不觉得赤松是凶手。桃とちゃん、疑わないって決めつけるだけじゃ、議論は進まないよ。小百田。以妹弟先入为主不怀疑，讨论会无法进行的。そこの男子、いい加減にしてください。議論が進まないのはあなたのせいじゃないですか。那边男士，请节制一点，讨论无法进行，不就是你害的吗？葉隠さんが殺された時の状況は、日向さんの言った通りで間違いないと思う。叶影学长被杀害时的情况，应该就和日向学长说的一样。次に確認しておきたいのは。葉隠さんを殺した凶器についてなんだけど。接下来想要确认的是杀死叶学长的凶器。葉隠の命を奪い去った凶器か。夺走叶影性命的凶器啊。どうせぶん殴ってやっちまったんだろ。そういうのが得意そうなやつもいるしな。反正一定是被痛揍致死的吧。这里正好有个擅长揍人的家伙啊。念のために言っておきますが。ネオアイキドウの技は人を殺す凶器ではありませんよ。保险起见，我话现在说在前面。星河气道的招式不是杀人的凶器。たとえ卑劣な男子を前にしても、せいぜい投げ飛ばして決めるだけです。就算是面对卑劣的男子，也顶多是使出对方丢出去的招式罢了。無傷では済ませないんだね。这样不可能不受伤吧。ゴンタの拳なら凶器になると思うけど、紳士はそんなことしないよ。全太的拳头应该会是凶器、但神士才不会这么做的。凶器になることは自己申告しちゃうんだ。居然承认自己是凶器。あの死体に殴られた跡はなかった。だから茶柱さんたちの拳は今回の凶器じゃないよ。那具尸体没有遭到殴打的痕迹，所以查出同学，你们拳头不会是这次的凶器。となると、今回の凶器は腹部に刺さっていた刃物になるのか。既然这样，这次的凶器是刺入腹部的利刃吗？天才の俺様は分かってたぜ。凶器はあのナイフで間違いね。天才本小姐知道，凶器肯定是那把小刀。ナイフ？小刀？赤鹿夜影，夜影学长腹部的真的是小刀吗？杀死夜影学长的凶器，接下来就尝试厘清这个吧。不是菜刀吗？在需要用想象力来推理的时候，就会触发挖掘现象。这个模式的目的是要完全挖出可以作为答案的图像。一开始会以全部的图块覆盖的状态开始，移动滑鼠来操作游标，再按下滑鼠组件消除图块，只要两个以上的同色块相连就能加以消除。同时与消除图块相连的其他图块则会以白红黄白的法则变色，只要依序巧妙的消除就能消除图像上所有的图块。进行的诀窍是留意预测周遭图块的变化，当覆盖在图像上的图块全部消失时，就能决定图像做出回答。
如果选择的错误的图像，发言力将会减小，减小请特别注意。当只剩下一个图块的时候，连续按下滑鼠左键可以加强破坏，但会缩短时间作为惩罚，请不得已的时候再使用。听起来可能很复杂，总之先试试看是最好的方法。OK， 他是说怎样？所以是等它变吗？好像比较简单一点。ハガクレさんの腹部に刺さっていたのはナイフじゃなくて、赤鹿夜影学长腹部的不是小刀，包丁だった。そうだよね。而是菜刀，才对吧？そうなの？是哦。そうだな。俺もちっと見てみたが、あれは確かに包丁だったぜ。对啊，我也看了一眼，那的确是菜刀。悲しいの。お主の見間違いではないだろうな。真奇怪，不会是你看错了吧？包丁を他のもんと見間違える方が難しいだろうが。要把菜刀看成其他东西，还比较难吧？包丁か。確か厨房に置かれていたよね。あれが凶器になったんだろうね。菜刀啊，我记得是放在厨房吧？那应该就是凶器了吧？なるなる。さすが超高校級の探偵だね。メス入りだよ。原来为人来，不愧是超高中级的侦探呢。好精准、精准的推理。別に探偵だからってわけじゃないよ。僕が探偵として認められたのはたまたまだし。そもそも包丁の出所が厨房ってことくらい、探偵じゃなくても想像できる。何にせよ、西原君の言う通りだと思うよ。厨房の包丁は一本なくなってたしね。なら厨房の包丁を持って行ったやつが怪しいな。凶器なんてどうでもよくない？お、どうでもよくはねえだろう。だって容疑者は簡単に絞れちゃうじゃん。特大のヒントがあるんだからさ。因为可以轻松锁定犯嫌了，啊，嫌犯了，已经有很大的线索了。それ。殺人現場のことを言ってるの？你是说杀人现场吗？犯人は安弘が殺された部屋の主で決まりだよ。神様もそう言ってるよ。で、神様、是真的神様吗？あの部屋の主っていうと、苗木さん、日向さん、赤松さんの三人。可是他这样子讨论完之后又绕回来了，又绕到苗木学长、日向学长跟。我啊，赤松，我们这三个。私たちを疑うの？殺人現場になったのが俺たちの部屋である以上、俺たちを疑いたくなるのは仕方ない。でも俺はやってない。但是我没有杀人。俺たちの部屋って言うけど、事件より前に入ったこともないしな。虽说那是我们的房间，但在事发之前我根本没有进去过。僕もやってないよ。我也没有杀人。赤松、あんたはどうなの？你呢？私だって違うよ。モノクマに言われて初めてあの部屋に行ったら、赤倉さんが死んでたんだから。听黑白熊说过之后，我才第一次进那个房间，然后夜雨学长就已经死了。でも殺人現場は赤松たちの部屋で、第一発見者も赤松。不过杀人现场是赤松你们的房间，第一发现者也是赤松。何か犯人じゃないって言える根拠がないと、あんたは疑われ続けるんじゃない？如果没有证明你不是凶手的证据，你应该还是会被继续怀疑吧？そんな。お、赤松ちゃんは違うって言ってるのに、頭から疑ってかかったらかわいそうじゃん。おい、
そもそもてめえが言い出したことだろ。これは赤松ちゃんが犯人だなんて言ってないよ。第一発見者を疑うのはセオリーかもしれないけど、怀疑第一发现者可能是最基本的。短絡的に結論を出そうとしても、可是我现在我也没有证据啊。最もらしい話じゃが、容疑者の言葉では説得力に欠けるの。虽然这番话看似很有道理，但嫌犯说的话很没有说服力呢。でも日向君の言う通りだよ。先入観にとらわれずに。不过日向说的没错，不要局限在先入为主的印象。もっと議論を重ねて真実を解き明かさないと。君たちは試されているんだから。反正就是多讨论。这是什么？私は日向さんたちに賛成よ。事件についてまだまだ疑問が残っているもの。我也赞成日向学长的意见，毕竟关于事件还有疑问没有解开。議論の余地がある以上、容疑者を絞るのは早計だ。僕からもそう言わせてもらうよ。你容我说一句吧，既然还有讨论的余地，锁定嫌犯就还太早。諦めたらそこで学級裁判終了。なんだね。我懂，如果现在放弃，班级审判就结束了。ゴンタ、難しい話はわからないけど、みんなと一緒に頑張るよ。太深奥的事情全太不懂，但我会跟大家一起努力。そうだよ。みんなで協力してこの学級裁判を乗り越えよう。没错，大家同心协力，一起克服这场班级审判吧。ここまでは順調に進んでる。でも、え、マギさん、何か言った？なんでもないよ。苗雾好奇怪啊。いずれにせよ疑わしいのは三人。无论如何，现在有嫌疑的是三个人。犯人と決めつける気はないけど、疑惑は未だ覆らないね。虽然不是。认定你们就是凶手，但毕竟嫌疑还没洗清啊。赤松たちじゃねえよ。俺はこいつらを信じるぜ。現時点ではあくまでも可能性が高いというだけだ。只是就现在而言，他们的可能性是最高罢了。でも、三人の中の誰かが厨房から包丁を持ち出してたりして。不过，搞不好他们三人之中有人把菜刀带出厨房啊。もしそうなら。いよいよ怪しくなってくる。如果真的就是那样，那就更可疑了。凶器である包丁、これを誰が持ち出し、殺人現場に持っていったのか。究竟是谁把作为把作为凶器的菜刀带走，然后带到杀人现场？それを明らかにすれば、赤松さんたちの容疑も晴れるかもしれない。只要弄清楚这一点，或许就能洗清赤松同学他们的嫌疑。まずは赤松さんたち三人にそれぞれの言い分を主張してもらったはどう？首先，赤松，你们三个人要不要先各自解释一下？それが妥当だね。彼らも語る機会を待ち望んでいるはずだよ。这样很好呢，他们应该也很希望有说话的机会吧？そうだね。赤松さんもそれでいい。也对，赤松学妹也同意吧。やってみるしかないよね。只能试试看呢。いやいや、ちょっと待って。はい。青年の主張をしてもらうのはオッケーだけど、一番疑わしい赤松さんにはよろせないよ。让青年发表意见是 OK 啦，但不能让最可疑的赤松同学解释哦。え、どうして？NSM だよ。因为总蜡笔。何それ？什么意思？なんかその方が盛り上がるかなってね。总觉得那样好像比较能炒热气氛。盛り下がっとるやないか。气氛都冷掉了啦。とにかく一番疑わしい赤松さんの代わりに。总之，最可疑的赤松同学不能发表意见。母さんが第三者のこの人に主張してもらいます。这次就让这个第三者代替他解释吧。啊，
え、何をした？自分以外が犯人だって主張、ガンガンぶちかまし合えよな。就尽量开炮，说自己之外的人才是凶手吧。話すも何も。グッチは何をすればいいんだ？什么开炮？我到底该怎么做？魔法か？一冊の魔法をぶちかませばよいのか？用魔法吗？用闭上魔法开炮就行了吗？いや、魔法じゃなくて、そうだな。問題になってるのは凶器になった包丁だから。不是啊，不是用魔法。我想想，既然现在最大的问题是作为凶器的菜刀。包丁を見たかどうかとか、厨房や食堂であったこととか、何か話せることがあれば主張してもらえるか。那可以请你说明一下，有没有看到菜刀，或是在厨房或餐厅发生的事情吗？それなら、なんとかなるかもしれん。仕方ない。やってやるわい。赤松さん、君に任せたよ。僕たちの声をよく聞き分けてほしいんだ。师兄学妹交给你了，请你仔细听清楚我们的声音。じゃあ、新システムパニック議論の始まりだよ。展開新系統混乱討論。俺は犯人じゃないよ。やっぱり面倒いな。不好了，三个不同的人开始发表各自的意见了，该听谁的意见才好，谁的意见是错的，整个审判可以说是陷入混乱状态。正如方才黑白太阳先生所说，接下来要进入混乱讨论。混乱讨论时，画面会将分成三份，且三方意见会同时发表。还请冷静，基本规则和不间断讨论相同，只是要分辨平常的三倍意见罢了，是不是很简单哦？但是千万不要掉以轻心。混乱讨论中会出现妨碍聆听意见的高声台词。高声台词正如字面上的意思，就是发言者高声发表自己的意见。这时会盖过其他人的意见，即使出现弱点也无法进行驳倒。伤脑筋呢，到底该怎么办才好呢？高声台词跟杂音台词相同，都可以按下左键来消除，这样一来就能听清楚刚才被盖过的意见了。请仔细聆听大家的意见，找出谎言与矛盾，冷静的加以驳倒。顺带一提，混乱讨论也可以进行 V 驳倒。以上是事项，还请多加确认。啊，又要来一次了，我最不会这个。食堂にいたんだ。だから包丁を持ち出すことはできない。魔法とマジックの違いを教えていただきました。僕は厨房には行ってないよ。ほんと2人だけだったな。もし食堂に誰か行ったの。魔法とマジックの違いは常識じゃぞ。お前が入れたのは紅茶でしたぞ。虽然很多声音让我难以辨别，但可疑的话语应该只有一个。我记得根据查住的正奇刚才的发言有什么矛盾。グッチは茶柱には厨房には一度も行ってない。食堂にいたんだ。だから包丁を持ち出すことはできない。魔法とマジックの違いを教えていただきました。僕は厨房には行ってないよ。ほんと2人だけだったな。もし食堂に誰か行ったの。魔法とマジックの違いは常識じゃぞ。お前が入れたのは紅茶でしたぞ。哎，不行不行，再一次再一次。犯人俺は厨房には一度も行ってないぞ。食堂にいたんだ。だから包丁を持ち出すことはできない。魔法とマジックの違いを教えていただきました。僕は厨房には行ってないよ。二人だけじゃったな。だから食堂に誰か行ったの。魔法とマジックの違いは常識じゃぞ。包丁を持ち出した人間を見てるんじゃないか。犯人俺は厨房には一度も行ってないぞ。食堂にいたんだ。だから包丁を持ち出すことはできない。魔法とマジックの違いを教えていただきました。僕は厨房には行ってないよ。2人だけだったな。だから食堂に誰か行ったの。魔法とマジックの違いは常識じゃぞ。包丁を持ち出した人間を見てるんじゃないか。不行啊，我不懂。
等一下，他说他只泡了红茶嘛？另外，茶座与梦里在喝红茶这段期间，似乎有人进入过厨房。对啊，嗯，うちはサバティア厨房には一度も行ってないぞ。食堂にいたんだ。だから包丁を持ち出すことはできない。魔法とマジックの違いを教えていただきました。証拠は？僕は厨房には行ってないぞ。二人だけだったな。聞こえたよ。ちょっと待って、茶柱さんと夢野さんが食堂にいる間に。等一下，茶座和梦也在餐厅的时候。一人だけ食堂を訪れた人がいるはずだよ。应该有一个人去过餐厅。那个茶座学妹喝茶的时候是一个人待在餐厅的吗？不是，转子跟梦也在一起。他告诉我魔法和魔术有什么不同。转子。跟他在发现尸体广播前一直都待在这里。那这段期间有其他人来过吗？我记得只有一个人来过，但我不知道是谁，因为没兴趣，所以没去看。そうだったよね、茶柱さん。没错吧，茶柱。はい、赤松さんのおっしゃる通りです。ですが、すみません、誰が来たかはよく見ていません。对，师兄说的没错，但是不好意思，我没有仔细看谁来过。夢野さんの教えを聞くのに夢中で、男子を振り返る暇なんかありませんでした。转子太认真，听梦野的说明了，没有空转头看男子。あ、来たのが男子だったから興味がないって言ってたんだね。啊，因为来的是男生，所以没有兴趣。じゃあ、夢野さんはどうかな？食堂に来たのが誰か見てなかった？那么梦野呢？你有看到是谁来到餐厅吗？啊，そういえばあの時、厨房に入っていったぞ。这么说来，他进了厨房。もうここにはいない人間がな。但他已经不在了。他已经不在了，难道说？在需要串联各种线索进行推理时，就会触发脑内兜风。这个模式的目的是收集分散在路上的文字方块，并且回答问题驶向终点。按下滑鼠的左键可以踩油门，按下 AD 键可以左右移动。道路上将会漂浮着文字方块，只要加以收集就能完成问题。文字方块收集完全时就会出现问题。请驶向您认为是正确答案的电话女郎。如果是正确答案，电话女郎就会搭上您的车；若不正确，您将面临遗憾的结果。另外，道路上将会奔驰着代表杂念的车辆，如果不慎撞上，发言力将会受损。如果觉得情况危急，可以按下空白键集中精神，冷静地进行的闪避。请小心驾驶，畅想。愉快的兜风之旅。说怎样？就是这种文字方块啊，很难控制哎，发现很难控制。这里的是谁？哎，加害人，我也觉得拿刀的应该是
凶手，不是不是，死者自己。欸，我直接把那个女的撞翻了，欸，超白痴的。这起的被害人是谁？就夜影吕比康啊。对啊，厨房に入ったのは葉隠さんだったってこと。进厨房的人是夜影学长吗？うむ、見間違いはありえんぞ。ずいぶん目立つ髪型じゃからの。嗯，我不可能看错的，因为他的发型很醒目。なら厨房から包丁を持ち出したのも。那把菜刀从厨房拿出来的人也是。被害者である葉隠康弘だと考えられるね。应该就是被害人夜影吕康比吕，我刚刚是念错。ご信用か、誰かを殺そうとしたのか。その真相は未だ闇の中だけどさ。但究竟是防身用，还是想要杀别人？这个真相还隐没在黑暗之中。でも、それって地味におかしくない？なんで凶器を持ち出した人が殺されてるの？但是这样不是很奇怪吗？为什么拿走凶器的人会被杀？そうだよ、おかしいよ。自分で自分のお腹を刺したりするはずないし。对啊，太奇怪了，又不可能是他自己用刀刺自己的腹部。いや、てめえにしては冴えてるじゃねえか。俺様はとっくに理解してたけどな。不对，以你的脑袋来说，还挺聪明的嘛。虽然本小姐早就已经想通就是了。あのバカくれとかいうやつは自分で腹を刺したんだ。つまり自殺しやがったんだよ。那个叫什么纯瘾的家伙，就是自己刺了自己的腹部，也就是说他是自杀的。いや、それはないよ。不，不可能的。はじめに議論したように、赤松さんたちの部屋には争った形跡があったからね。就如大家一开始讨论的，赤松同学他们的房间有发生过争执的痕迹。よく気づいたな。バカどもがそれを忘れてねえか。俺様が試してやったんだよ。葉隠れは持っていた包丁を犯人に奪われて殺された。そういうことだろうね。夜影手中的菜刀被凶手抢走，然后被对方杀死，应该是这样吧。つまり包丁を持ち出した人が犯人ってわけじゃなかったんだね。也就是说，拿走菜刀的人并不是凶手了。残念、赤松ちゃんの容疑は晴れなかったね。真遗憾、小赤松的嫌疑还没有洗清了。楓だけじゃなくて、誠とはじめもだよ。不只是阿峰、阿成和阿创也是啊。ここはセオリーの出番ではないか？やっぱり。第一発見者が怪しいのではないか。所以凶手到底是谁啊？现在是不是该套用基本公式？果然最可疑的就是第一发现者吧。それって赤松さんのこと？你是说赤松同学吗？疑念は再び君へ向かいつつあるようだね。赤松さん、何か弁明はあるかな？看样子嫌疑再次渐渐指向你了呢，赤松同学。你有什么要辩解的吗？待ってよ、私はやってないって。等一下、我没有杀人呢。バイブみてえにブルブル震えてんじゃねえか。そう、杀我吧。ほら、もう行っちまえよ。その方が楽になるぜ。好了啦，进入，快点进入高潮吧，这样会比较轻松哦。就算大家这样说，但我不是凶手啊，该怎么样才能让大家知道呢？赤松ちゃん。どうなの？君は犯人なの？小赤松、怎么样？你是凶手吗？それは違うよ。
才不是那样。ああ、それは違うぞ。不是那样。おやおや。旧主人公の二人が揃って決め台詞。ようやく盛り上がってまいりましたね。两个前主角一起说出名台词，气氛终于炒热了呢。赤松さんは絶対犯人なんかじゃないよね。僕はそう信じてる。赤松学妹绝对不可能是凶手的吧？我相信你。赤松、まだ諦めるのは早いぞ。赤松，现在放弃还太早哦。みんなのためにも、お前自身のためにも、ここで立ち止まるなんて終わり方しちゃダメだ。为了大家，也为了你自己，不能用停下脚步、放弃挣扎来画下句点。花木さん、ひなたさん、人物学长、自称学长。赤松さん、希望を持ってほしいんだ。諦めなければ、必ず真相にたどり着けるはずだよ。赤松学妹。我希望你能怀抱着希望，只要不放弃，一定可以找到真相。私もそう思いたいけど。你说的对，我本来也是这样想的。どうすれば無実を証明できるのか。可是，该怎么样才能证明我的清白呢？あ、それは。じゃあ、俺が犯人を明らかにする決定的な証言をしちゃおうかな。那我就来说句能揭穿凶手的决定性证词吧。诶？犯人がわかるの？じゃあみんなお仕置きされなくて済むんだね。你知道凶手是谁吗？这样大家就不用遭到体罚了。さあ、小吉の証言を聞いたら、今日はもう解散だね。那么听完小吉的证词后，今天就到此解散喽。やっと帰れるんだな。慣れ親しんだ寄宿舎のベッドに终于可以回去了，回到熟悉的宿舍床铺。もう慣れ親しんじゃったの？哎，已经很熟悉了吗？大間くん、そんな証言があるなら、どうして今まで黙ってたの？王馬、如果你有那种证词，为什么刚才都不说？だって、そんな重要な証言、すぐに言っちゃったら面白くないじゃん。因为这么重要的证词太快说出来就不好玩了吗？あのね、犯人は苗木さんなんだよ。凶手就是苗木学长。え？何言ってるの？你在说什么？虽然苗木一开始就很奇怪，凶手是苗木学长，怎么可能有这种事？虽然很不希望，不可能，但。在体育馆前分开到事件现场相见，这期间苗木学长都没有不在场证明，也许就是在那段期间。不过苗木学长相信我，我也想要相信苗木学长，我或许可以帮助苗木学长，只要我说谎就好。您听到了吗？刚才提到要说谎吗？您可能会认为在追求真相的班级审判下说谎实在太不应该，但是能有所谓的善意的谎言，为了改变讨论方向，有时也需要说谎。话说在前面，本次教学绝无半点谎言，还请放心。从这次讨论起，将会出现利用说谎突破僵持讨论的状况。之前都是由您指出谎言，这次则需要您作伪证，真是紧张刺激呢。请依照一般不间断的讨论方式选择延宕，长按滑鼠右键就能将延宕化为谎言符码，变成具有相反的意思的谎言弹，接着放开滑鼠右键就能发射谎言弹。当您用谎言弹驳倒对方的意见时，就会形成用谎言掩盖真相的伪证。另外，在谎言符码的状态下，发言力将持续降低。当成功做出伪证后，减少的部分将会全数恢复。但若弄错谎言弹或不射射偏，就会受到相对的伤害，还请特别注意。我想你已经察觉到了，虽然这个模式不能 V 驳倒，但可以做出 V 伪证。虽然没什么特别意义，但还请务必尝试出发看看。还那么久，我以为要结束了，有点久哎，好累啊。
あなたの証言を聞かせてくれる？要看一下刀柄的不协调感跟消失的描述。あの部屋から一人で出てきたところをさ。あの部屋って殺人現場のことだよね。あの時の渚さんは人殺しの顔だったよ。死体が発見される前、僕はあの部屋にも一度も行ってない。大間くんの見間違いだよ。在体育馆前分开到现场相见，这段时间都没有人看到苗木学长，但是我想要相信他。あなたの証言を聞かせてくれる？実は見ちゃったんだ。下午再看一次。さんが死体発見アナウンスを少し前だ。あの部屋から一人で出てきたところをさ。あの部屋って。あ、不对啊，我忘记了。新現場のことだよ。あの時の大木さんは人殺しの顔だったよ。死体が発見される前、僕はあの部屋に一度も行ってない。大間くんの見間違いだよ。再重来一遍。あなたの証言を聞かせてくれる？実は見ちゃったんだよね。流失太早了。あの部屋から一人で出てきたところをさ。この音を真実に。あのね、私はこの学園で目が覚めてから死体発見アナウンスを聞くまで。那个啊，我在这所学院醒来，一直听到发现尸体的广播。苗木さんとずっと一緒に行動してたんだ。だから。大間くんが見たのは苗木さんじゃないよ。这段时间一直都在跟在苗木学长一起，一直都跟苗木学长一起行动，所以王马同学看到的不是苗木学长啦。哦，赤松ちゃんは真実より苗木さんを守る嘘を選ぶんだ。哦，比起真相，小智生选择说谎保护苗木学长。大間くんの証言に何か証拠はあるの？王马同学的证词有什么证据吗？嗯，あるわけないよ。俺が苗木さんを見たっていうのは嘘だからね。没有，怎么可能有？因为我说我看到苗木学长是在说谎啊。おい、てめえ、ふざけてんのか？喂，你在耍人吗？みんなの命がかかっている場面で嘘の証言をするのは感心しないわね。在这种攸关大家性命的场合。说出假证词实在不可取。苗木さんに喋ってほしくて、ちょっと構をかけてみただけだよ。因为我想让苗木学长开口讲话，所以才刺激他一下而已啦。啊？なんでそんな回りくどいことする必要があんだよ。为什么需要多这么大圈子？だって苗木さんが事件前後にどこにいたのかはっきりしていないよね。因为苗木学长事件前后人在哪里，这件事情一直都没有理清吧？啊？本気で疑われたら、苗木さんも口を開いてくれると思ったんだけどな。我本来以为，如果真的被怀疑，苗木学长就会开口的。まあ、見えすいた嘘に見えすいた嘘で返すのもどうかと思うけど。不过，用明显的谎言来回应明显的谎言，也不是什么好事。そうだ！俺様が死体発見アナウンスを聞いて、てめえらの部屋に行った時。对啊，本小姐听到发现尸体的广播去你们房间的时候，バカマツは一人で、シナビキはいなかったじゃねえか。笨兽是一个人在那里，林木、尾木根本就不在那。死体発見アナウンスを聞くまで一緒だったなら、それからバラバラになるのは変だよね。如果在听到发现尸体的广播之前就跟他在一起，那之后才分开行动，就太奇怪了吧。おかしいな、なんでかな。楓は答えられる？好奇怪哦、为什么呢？阿峰、有办法回答吗？苗木さんを助けたかった。その思いは美しいものだけれど。想要帮助苗木学长，这份心意虽然很美妙。赤松さん、君の嘘は誰かを守るにはあまりに脆く儚いものだったよ。但赤松同学，如果要保护别人，你说的谎实在太脆弱。哎，赤松さん、嘘をついたの？他现在才反应过来。気づいてなかったんだね。赤松さん、
僕を信じようとしてくれてありがとう。大家说的没错，好像有点牵强。如果要让大家相信，得思考得更周全才行。如果还有需要说谎的时候，当然，那一刻永远不要到来的最好。大馬の嘘に振り回されただけで、結局何もわからねえままじゃねえか。话说，刚才只是被王马说的谎耍得团团转，到头来什么都没有解释到。そうこうしてる間にも。残された時間は刻一刻と短くなっていくわね。在大家拖拖拉拉的时候，剩余的时间也一分一秒的变短哦。え、裁判に時間制限なんてあったっけ？哎，审判的时间有限制哦。それはあるやろ。議論を続けて時間稼ぎなんてグダグダ展開、誰も望んでおらへんからな。当然有啊，借由这种不断讨论来拖延时间，这种拖台前的剧情，没有人想看吧？そうなったら貴様らをぐっちゃぐちゃにして地獄っぽい光景でごまかすけどな。到时候就把你们四分五裂，用宛如地狱的景象来蒙混过去。これまでに分かったのは、凶器である包丁を持ち出したのは葉隠さんで。目前为止知道的是，把作为凶器的菜刀拿走的人是夜影学长。彼は赤松さんたちの部屋で犯人と争い。凶器を奪われて殺害されたということね。他在刺松他们的房间跟凶手起过争执，然后凶器被夺走，并且遭到杀害。容疑者は全然絞れてないけど、根本还没有锁定嫌犯。特に怪しいのは赤松たち三人、それは変わらないよ。但特别可疑的是刺松他们三人，这点还是没有变。啊，面倒いの。赤松。もう自白してはどうじゃ。好麻烦、赤松、你干脆就从实招来吧。自白することなんてないよ。面倒だからって終わらせようとしないで。我没有什么好从实招来的、不要因为麻烦就想快点结束。主は言いました。楓が犯人、もうそんな流れでどうかと。主是这么说的、要不要就顺水推舟、认定阿峰是凶手呢？怎么可以被顺手推舟的当成凶手？不过现在光是说不是我杀的，可能只会让苗木学长再次被怀疑。总之得要继续讨论才行。不过还有什么其他的线索呢？こんな形で終わっちゃダメだ。それじゃ誰も満足しないよ。不能以这种方式结束，这样没有人可以接受。だから、日向君。そうだな。ここは俺に任せてくれ。也对，现在就交给我吧。みんな聞いてくれ。さっきも言った通り、赤松は犯人じゃないんだ。大家听我说，就跟刚才说的一样，赤松不是凶手。何か赤松さんの容疑を晴らせるような証拠が？你有什么能洗清赤松同学嫌疑的证据吗？また男子が嘘をつこうとしているなら、天狗が承知しませんよ。いや、嘘じゃない。確実な証拠があるんだ。我没有说谎，我有确切的证据。現場になったあの部屋にはあるものが落ちていた。そうだよな、東條。魔法吗？あなたが言っているのはあれのことかしら。確かに落ちていたけれど。你说的那个？それがどうしたの？啊，他讲了。你说的那个吗？那个的确是掉在地上，但又怎么样？それともう一つ重要なことがある。除此之外，还有另一件很重要的事。赤松、お前は気づいてるんじゃないか？あの殺人現場に違和感があったことにな。赤松、你应该有注意到吧？那个杀人现场有很不协调的地方。あれ、俺たちの部屋に落ちていたもの、そしてある大きな違和感。掉在我们房间地上的东西，还有那个很不协调的地方。それらを合わせることで見えてくる事実があるんだ。只要把这两件事合起来，就能看到真相。あ、それってもしかして？你说的该不会是？ちょっと待って。そこまでだよ。それ以上はさせないよ。だってこれって体験版だ。
OK， 因为这是体验版呢、啊。OK。ぽぽ、お前らのご入学を心よりお待ちしてますよ。我衷心期待你们入学哦。啊哎呦，我想说可以知道凶手了、欸。僕たちの演技どうだったかな？ねえ、你觉得我们的演技怎么样？ぽぽ、悪くなかったと思うよ。我觉得不错哦。最後、もうちょっとありそうでないという無意味な引きもね。最後那种到了意犹未尽的无意义的伏笔也不错。最後にうまく盛り上げられるか、ちょっとヒヤッとしたけどな。我刚才还很担心最后能不能顺利把气氛带到高潮。なんとか無事に終われたし、今日のところはこれで解散だな。总算是顺利的结束了、今天就到这里解散吧。バイなら。みんな、お疲れ様。あ、お疲れ。またな。哎、辛苦了。おい、待ってくれって。アホか。啊，还不能结束，忘记说一件很重要的事了。啊，お知らせです。告诉大家一个好消息哦，在特啊，在制品版载入体验版的保存资料，就会送你们豪华特点哦，一定要记得保存哦。可是我不会保存哎、欸，啊呀呀呀呀呀呀！太好了，终于有保存了。好了，好累啊，我觉得玩的有点久了。好啦，那今天的实况就到这里结束咯，那就是等之后如果正式版出来的话，我再考虑要不要玩，因为它还蛮累人的，老实说。那我们今天就先玩到这里咯，那大家晚安。好了，我要去休息了，再见。